大将、奇遇だな。どうしたんだ？まさかモンスターの襲撃？中央庁の任務執行中だったのか。お、いいぜ、任せとけ。本物のヒーローには賞賛も喝采も必要ねえ。有名になりたくてモンスターたちと戦ってるわけじゃねえんだ。俺は戦うために生きてるんだ。面倒な問題？悪い、ソロ。大通りをこんなにしたら、弁償しなきゃな。隊長か。はあ、俺さっきクビになっちまって。配達途中でモンスターに遭遇したり、何かを盗んでる最中の泥棒を見つけたり、ちょうど子供が車にぶつかりそうになってるのを見たり、そんなのを見て放ってはおけなくてな。
場で人助けはできたが、毎回バイクと荷物をなくしちまって。毎回会社の損失を弁償してたら貯金もほとんどなくなっちまった。最近は毎日一回しか飯も食えない。このままだと実家に帰って果物を売らなきゃならなくなる。ありがたい。中央町にいりゃ確かに給料はもらえる。だけどやっぱりやめとくよ。真のヒーローは組織に頼らない。たった一人で全ての悪を迎え撃たなきゃな。俺は組織には頼らない。頼るのは自分の拳だけだ。ひとまずは仕事を探そうかな。ヒーローだって飯は食わないと。ただどこに行けば仕事が見つかるか。さすが俺の親友だ。お、また後だな。どうした？俺の顔に何かついてるのか？んなのあるわけないだろ。あんな肌触りの悪いもん、ピッチピチだし、あんな高えのにちょっと力入れただけで破れちまいそうだ。よっしゃ、行くぜ。新しい仕事を待ってろよ。就職ってマジで難しいんだな。ちょっと尋ねるんだが、人手は足りてるか？配達員に応募したくてな。どうした？
間に合ってます。うちは募集してません。ではおい、俺また何かまずいことでも言ったか？ああ、行こう。おい、警備員を募集してるそうだな。応募したいんだが。いえ、うちは募集してません。お引き取りください。どうも、こてつって言うんだ。求人の応募に。助けて、もう来ないで。一体どういうことだよ。どいつもこいつもビクビクしやがって。俺のどこがそんなに怖いってんだよ。まさか俺、昔この通りで何かやらかしたのか？でも、やったとしても、配達に遅れそうになってスピード違反したくらいだと思うが。だけど俺、もう金がねえんだ。今晩から、飯が食えなくなる。バイト？そりゃいいな。飯を食えれば何だってやれるぜ。でも俺ちゃんと就職したいな。わかった。じゃあ早速今晩の飯代を稼ぎに行ってくるぜ。確かにこの仕事はいい話なんだけどよ。またこの前みたいに挨拶した途端締め出されるんじゃないかって心配でさ。
助けてもらうしかないみたいだな。頼んだぜ。こんにちは。配達員の応募をご覧になったのですね。なるほど。あなたが配達員としての就職を希望されているんですね。そうだ。俺は前にも配達員をやってたんだ。この仕事に適任だと思うぜ。はあ、では面接を受けていただきましょう。いやー今回はいけそうだ。はい。ああ、いや、なんでも。面接に合格です。ようこそ我が社へ。イエーイ！お、そうだ。前にこの通りの他の店や会社にも応募してみたんだけどよ。どうしてみんな俺にビビってたのかわかるか？ああ、君の格好のせいだろうね。この通りで嫌われている悪党にそっくりだから。へえ、そんな奴がいるのか。君は新入りだからね。知らないのも無理はない。教えてあげよう。その悪党は高校時代から不良で、喧嘩が原因で退学させられたんだ。その後どこで何をしていたかはわからないけど、奴はチンピラ連中を集めてしょっちゅうこの通りにやってきちゃみかじめ料を強要するんだ。支払わないと店を潰すってね。腐ったチンピラめ、警察に捕まえてもらわねえと。うちも他の店舗も警察に通報はしたけど、警察の力不足でね。ずっと店をガードしてるわけにはいかない。警察がいなくなるとまたやってくるというわけなんだ。俺に任せろ。奴らをとっちめて、それから警察に突き出してやるぜ。いいね。正義感の強い男は好きだよ。でもやめた方がいい。確かに君もごつくて強そうだけど、あいつは小さい頃から格闘の達人だったそうだ。それに手下も大勢いるし、君の手に負える相手じゃないよ。へっ、本当に俺より強けりゃ大したもんだぜ。でも俺は悪党を見過ごすわけにはいかねえ。名前を教えてくれ。一体どこのどいつだ。会いに行ってやる。まあいいか、教えてあげよう。でも私たちを巻き込まないでくれ。あいつの名前はホテツだ。よし、俺が行ってそのコテツを。何、コテツ？どうやら君も聞いたことがあるようだね。あいつと手下がやってきたら店を閉めなきゃならない。金を取られたり店を潰されたりしないようにね。もしこんな人物を見かけたら。おや、そういえば君は虎徹とよく似てるね。あいつの親戚じゃないだろうね。まさか、絶対に違うって。本当だぞ。
話は戻るけど、まだ名前を聞いてなかったね。契約書にサインをするときに指名欄に何て書いたらいい？俺は高節。そうだ、高節だ。 OK、 高節くん、明日は遅刻しないで出勤してくれよ。隊長、俺になりすまして悪さしてるチンピラをどうやったら捕まえられるだろうか。つまり言われてみればそうかもな。しばらくの辛抱だ。そう、辛抱だ。でももしそいつが俺の会社にみかじめ料を取りに来たら、絶対に思いっきりもてなしてやるぜ。久しぶりじゃねえかい。こんなに早く店じまいか。倒産しちまうぞ。あ？小鉄さん、やめてくれ。言っただろう、隠れてどうする。お前の会社が少しばかり小遣いをくれりゃ、小鉄様の強力な後ろ盾が手に入るんだぜ。お前らの営業を邪魔する輩もいなくなるんだぞ。ああ、もしもし、あ、小鉄。そうだ、小鉄だ。小鉄が来たんだ。何？彼らを君のところへ。冗談だろ。分かったよ、どうしてもって言うなら連れて行くよ。金なら用意してある。私と一緒に来てくれ。おお、そうこなくっちゃ。さっさと金をよこせば、何もあんなピリピリする必要ないんだ。連れてってもらおうか。小鉄様のお出ましだ。明かりもつけないとは何事だ。暗闇で客をもてなすってのか。ああ、悪い。電球が壊れててな。ちょっと待ちな。すぐに金をくれてやる。ほら、金なら箱の中。おお、重そうだな。ちょっくら持ち運びに苦労しそうだが、お前らの誠意に免じて受け取ってやるぜ。
話しやがれ。何者だ？笑えるぜ、俺の名を語ってるやつ。そんなことを俺に聞くのか？俺は誰だ？お前は鋼鉄？本物の鋼鉄だ！正解！この俺の名を語ってみかじめ料を取り立ててるようだ。どういうことか説明してもらおうか。へえへえ、鋼鉄兄貴。別の宅配業者で働いてたんじゃ。いつ転職されたんです？ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ！質問に答えろ！あの年も鋼鉄兄貴に負けて、兄貴に憧れたんです。当時の無敵の喧嘩を鋼鉄に憧れたんです。兄貴が学校を辞めた後、足を洗って就職しました。でも俺、兄貴の名前があんな形で終わるのが残念でたまらなくて、それで兄貴の名前を借りて輝きを取り戻そうと。あの年学校を退学になったのは、お前らみたいに勝手に俺の名前を使ったやつのせいだよ。ああそうだ、鋼鉄兄貴、せっかく会えたんだ。俺たちのリーダーになってくださいよ。こんなちっぽけな会社じゃ兄貴格闘能力を使うことなんてないですよ。でも兄貴が俺たちのリーダーになってくれりゃ、兄貴の名前と才能で俺たちの縄張りをこの商店街から全公開都市まで拡大できますよ。そん時に兄貴が手にできる金は、このちっぽけな会社で稼ぐ何十倍にもなりますよ。俺たち子分にはちょっとばかし分けてくれりゃいいですよ。覚えとけ、喧嘩ってのはな、目の前の悪党を懲らしめるためにやるもんだ。俺の拳は正義のために存在してるんだよ。俺の名前を語って悪事を働くやつなんざ絶対に許さねえ。俺に悪事を働かそうとするやつなんて言うまでもねえ。散々笑われたが、だが教えといてやる。世界を救うヒーローになる夢を諦めねえ。俺の力じゃまだまだ世界は救えないが、この商店街を救うことぐらいはできる。よーし、ボコボコにされる前にまだ何か言いたいことがある。その金は全部返すんで勘弁していただけたり。金はもちろん返してもらうぜ。だが勘弁ってのはできねえな。ちょっと待って、いや助けて。よう隊長、
仕事中か？さっき偽虎徹に会ってさ、隊長が言った通りの方法でボコボコにしてやったぜ。奴らが集めた金も商店街のみんなに返してやったよ。なんつうかすっきりした。いずれにしてもここ数日本当にありがとな。いろいろ助けてくれてさ。今後何かあったらいつでも来てくれよ。どんなことでもいい。いいぜ、ちょっと待つな。すぐ中央町に。俺の頭巾が風で飛ばされた。ほら待て、戻ってこい。このままじゃ配達も隊長のところへ行くのも遅れちまう。ダメだ、そっちへ行くな。そっちは川だ。